皆さんこんにちは、不動産テックコンサルタントの牧口です。今日はですね、駐車場争奪戦ということでシェアードパーキングの展望というテーマでお話していきたいなというふうに思っております。10月3日にですね、ソンポホールディングスが駐車場シェアのアキッパをグループ化したという報道がされました。 33.4% の出資ということで、ソンポグループのお客さんの中で駐車場を持っているお客さんに対してサービスを提供していくのが狙いということですね。10億円の出資額で 33.4% ですから、アキッパの事業価値というのは30億円だったってことですね。で、アキッパはホテルとか商業施設だとか個人宅の駐車場なんかを借りて一時的に貸し出すプラットフォーム、アプリを提供しているわけですね。で、ソンポグループってのは顧客基盤を活用できるってことになるわけですから、今自動運転の時代が到来して業界存続の危機っていうふうに感じているソンポ業界の次の一手打ってきたってことですよね。で、アキッパは登録会員が150万人ということで最大手なんですけども、この業界すごい競争が厳しいですねってことですね。例えばパーク24だとか三井のリパークなんていった大手がそもそもいますし、軒先さんだとか、ソフトバンクもですね、ブルースマートパーキングみたいな形でですね、参入してきて、一層競争が厳しくなってきてるわけです。で、業界最大手ですね、パーク24なんですけども、1554億円と、こちらもタイムズの B っていうですね、シェアリングサービス開始してますね。で、何が大変なのかというと、駐車場の確保ですよね。最大手って言われていたアキッパさんですら、駐車場の拠点3万箇所しかないってことですよね。150万人の会員で3万箇所しか駐車場がないっていうことで苦労してたわけです。で、楽天とかリクルートも一時期駐車場ビジネス参入したんですけども、撤退してしまったっていうのが、この駐車場の確保が難しかったからじゃないかって言われています。で、未稼働の駐車場をニーズに合わせて、提供するっていうワンアイデアだけのマッチングの、ビジネスなんで、参入障壁すごい低いんですよね。で、基本的には勝敗を分けるのは登録者数の数と、スペースの量ですね。これが肝になってくるんで、これ単純に体力勝負のビジネスモデルなんですよね。つまり一言で言うと、資本力持ってるところが最終的に勝つってことですよ。だからお金に物を言わせるのが大好きなソフトバンクとかも参入してるわけですよね。で、この状況を打破しようということで、民中が提供したみんなの駐車場っていうサービスはですね、ちょっと別のアプローチで勝っていこうって考えたらしくて、去年ですかね、完全無料の駐車場検索サービスってのを仕掛けました。無料でどこでも駐車できるってことでユーザー数を確保しようとしたわけですよね。で、なんで無料でできるかっていうと、収益を別のところで取るからです。周辺の商業施設だとか、店舗の広告料で賄おうとしたわけですよね。駐車するっていうことは周辺で活動するってことなんで、周辺の飲食店だとか商業店舗に行く可能性があると。だとしたらそこでクーポンだとかを発行すれば集客につながるんじゃないかということで、その収益を持ってですね、駐車料金無料にしようっていうのが狙いだったわけですよね。で、これうまく回れば大変ですよねって話で注目されたんですけど、結局うまくいかなかったみたいですよね。現在はサービス停止しています。で、なんでうまく いかなかったのかなってことを考えてみると、やっぱり広告出す側のニーズが、十分に汲み取れてなかったんじゃないかなというふうに思われます。広告っていうのは、より多くの人に見てもらえるっていうボリュームが重要なんですよね。なので、いくら近くにいるからといって、ごく少数の人へのリーチって、これ費用対効果は見合わないですねって判断されたんじゃないかなというふうに思います。カレー食べたいなと思って車止めた人に、うなぎだとか洋服のクーポン出したとこって意味ないですよねって話ですね。シェアリング以外の駐車場関連のテクノロジーもやっぱりいろいろあって、例えば入庫出庫時のゲートの、機械だとか、そのセンサーとかですね、カメラで駐車場の稼働状況を管理できるだとか、こういったものもろもろ合わせてですね、スマートパーキングシステムっていう風な市場として、注目が集まってます。海外の有名どころで言ってもですね、これだけのテックプレイヤーがいます。アマノもそうですし、スマートパーキングシステムリミテッドもそうですし、IPS グループだとか、クラウスマルチパーキングだとか、いろんなプレイヤーがいるわけですね。ちょっと面白いなと思ったのがロボットですね。空港などでロボットが車を持ち上げて屋外駐車場まで持っていくみたいなサービスとかも展開されてます。こちらがですね、デュッセルドルフ空港の車ピックアップロボットですね。レイっていう名前ですね。勝手に車止めてくれると。これ便利ですねって話ですね。で、あと、海外で今注目集まってるのはマルチレベルパーキングですね。一言で言うと機械式駐車場です。日本では機械式駐車場当たり前ですけど、あまり海外ではないので、今改めて注目されてるわけですね。で、センサー技術だとかで効率よく出入庫することができるっていうのは、これ物流のビジネスになってくると非常に効率化に貢献するので、シェアリングというかスマートパーキング市場はですね、今後も拡大していくっていうふうに予測されています。こちらロイターの調査なんですけども、The smart parking system market is expected to grow at a CAGR of around 10.97% during the period 2017 to 2023.CGR ってのはコンパウンドアベレージグロースレートのことですね。年平均成長率ってことです。2023年までにスマートパーキングシステム市場は年平均で 10.97% で成長するって言ってるわけですね。
さて、シェアリングに話戻しましょう。将来的にはですね、パークシェアの市場ってのは縮小していくんじゃないかなというふうに思ってますので、その理由を説明していきます。こちらですね、前回の動画で説明したマースの影響ですよね。まあ今、自動運転技術の開発競争、各自動車メーカー躍起になってるわけですけれども、まあいよいよその時代になったと。自動運転の時代になってくると駐車場の存在意義が変わるって話ですよね。で、テスラがですね、9月26日に EV ソフトウェアの新版、ソフトウェアバージョン 10.0 をリリースしました。こちらどんな機能があるかっていうと、無人の自動車をユーザーにいる場所まで自走させるスマートサモンって機能が搭載されてるんですよね。で、2020年に全自動運転の時代が来そうだなんて言われてたんですけど、もうすでに駐車場でアプリで自分の車が呼べるようになったってことですよね。こちらは Now You Know の動画なんですが、まあちょっとご覧になっていただきたいんですけど、すごいですよね。もう勝手にセンサーとかでですね、まあ、周りの障害物避けてくれて、まあ、自分のいいところまで位置情報をアプリで確認してですね、まあ、勝手に来て停止してくれると。で、まあ、動画の後半ではですね、オーナーを後部座席に乗せて勝手に運転するみたいな動画も公開されてました。まあ、早速事故っちゃったっていう記事とかも出てますね。まあ、テスラ呼び寄せたら、前から来たレクサスとぶつかっちゃったみたいな記事で、まあ、まだまだ改善の余地あるなって話なんですけれども、まあ、確実にすごい勢いで、自動運転の技術は進歩してるっていうことが、まあ、動画でわかると思います。で、テスラは、まあ、すごい勢いで台数増えてるんで、まあ、台数増えれば増えるほど、幾何級数的にデータの精度が上がっていくんですよね。まあ、これがもう、その、よちよち歩きだった、まあ、自動運転が、まあ、あっという間に走り抜けちゃうみたいな話になっていくだろうって言われている理由ですね。ただ、まあ今、自動運転の最大のネック何かっていうと、センサー技術なんですね。で、車はすごいスピードなんで、だいたい200メートル以上先のものを物体を知覚できないと使えないんですけど、今、量産型のセンサーだと、だいたい100メートルから150メートルぐらいまでが知覚の限界だって言われてるわけですよ。ただこれもですね、200メートル先まで知覚できる研究がそろそろ実を結びそうだって話になってきてるんで、いずれ、まあ時間とともに解決する課題ですよね。なのでもう全自動運転の時代が来ると。さて、駐車場に話戻しますと、自動運転が一般的になるとですね、駐車場の概念が変わっちゃうんですよね。まあ、今見たように、車が来るようになるわけですよ。つまり、駐車場に自動車を取りに行くんじゃなくて、自動車を自分のいるところまで来させるってことは、駐車場の存在価値が変わるってことですよね。わざわざ目的地の近くに停める必要ないからですよ。だから映画館行くのに近くまで車で来て、自分だけ降りて、車が勝手に駐車場に停めに行ってくれるんで、近くに駐車場がある必要がないってことですよね。そうすると、スーパーとかショッピングモールとかは巨大な駐車場いらなくなるわけですよ。スムーズに乗り降りさえできればいいので、まあ、乗り降りのスペースさえあればいいって話になるわけですね。これは駐車場が立地価値を失うってことですよ。まあ、それはすなわちどういうことかというと、価格競争に落ちるってことですね。ちょっと離れても安いところの方が、まあ、ニーズとしては集中するからですよね。これまでは駅前だから高く設定していたコインパーキングの料金だったわけですけど、この常識が通用しなくなるってことですよね。だって自分は移動しないんだから。車は勝手に移動するんで。で、遠くに止めたとしても早めに呼んどけばいいだけなんで、時間のロスもないですしね。そうすると、今の駐車場のシェアリングサービスも勢い価格競争に散りますよね。より安く止められるってことが求められるようになるわけですよ。だから目的地に近いところをシェアしてたわけなんで、その必要がなくなっちゃうんですよね。で、参入障壁が低くて、まあ、スマートシティ構想の課題を簡単に解決できるっていうことで、シェアドパーキング今世界中で流行ってるんですけど、もう次の時代が来ちゃったっていうことですね。もうビジネスモデルの変革を余儀なくされちゃうってことですよ。全自動によって。さて、本日は駐車場のシェアリングサービスについて解説させていただきました。時代の変化のスピードってのが、まあ、通常のビジネス感覚だともう追いつけないぐらいのスピードになってきてるってことが実感できたんじゃないかなというふうに思っております。今日の常識はもう明日の常識ではないってことですね。まあ、今後もこうした最新の情報を動画にしてどんどん発信していきますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。